ダノンザキッドは、日本の競争馬である。主な勝倉は2020年の東京スポーツ杯2歳、ステークス、ホープフルステークス。2020年の JRA 賞最優秀2歳母場。馬名の由来は、冠名人名愛称より。2018年1月29日、北海道阿比良町のノーザンファームで誕生。同年のセレクトセール島斎馬市場で、 ダノックスに1億800万円で落札された。同牧場で育成の後、立党の安田孝之急車に入級した。6月28日、阪神競馬場で行われた2歳新馬戦に北村智和安城で出走。2番人気に指示されると、レースではほぼ馬なりのまま2着に3馬審査をつけてデビュー勝ちを果たした。休養を経て11月23日の 東京スポーツ杯2歳ステークスに、川田正宮尾安城で出走。当日は、前走比プラス 24kg と、大幅に馬体が増えたが、単勝1.7倍の一番人気に、支持されると、道中は3番手を追走し、直線で抜け出すと、2着のタイトルホルダーに一馬身1、4差を、つけて優勝。無傷に連勝で重賞初制覇を果たした。十二月十六日、 引き続き、川田安城で、ホープフルステークスに出走。不要ステークスカチウマランドオブリバティア、アイビーステークスカチウマで、マリアライトの高速レースら自身と同じ無敗馬が、顔を揃える中、一番人気に支持された。レースは、道中行為で足を溜めながら追走し、最後の直線では先に抜け出した高速レースを、差し切って優勝。 デビューから無傷の3連勝で GI 初制覇となった。この勝利を受けて2020年度の JRA 賞最優秀2歳ボバを受賞した。3月7日、弥生賞ディープインパクト記念から始動。単勝1.3倍の圧倒的一番人気に押された。コースタートから道中は中段あたりにつけると最終第4コーナーから追い上げを開始したが逃げた。 タイトルホルダーとシュネルマイスターの2頭を捉えることができず3着に終わり、初黒星を喫した。1986年以降のヤヨイ賞において、単勝1.3倍以下の馬が敗れたのは初めてとなった。札ツ賞では、前走初黒星を喫したものの一番人気に支持された。しかしレースでは勝負どころで見せ場を作ることができず、15着と大敗した。その後は、 日本ダービーに参戦を予定していたが、直前に右頭骨素面剥離子施設が判明し、ダービーを回避することとなった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。